の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもと噂のドリーミングが忘れない。待ってくれ、どうしてそういう話に。初めてなんです、90点超えた人は好きなんです。私和也くんのことが好きなんです。好き？俺のこと？何言ってんの？大人をからかうのは良くないよ。好きになる理由なんてどこにも。私は本気です。フェリーでのことといい、先日のことといい、カシヤ君の千鶴さんを思う気持ちには正直驚きました。レンタル彼女にこんなに本気になれる人なら、本当の彼女はもっともっとすごくすごく大切にできる人だって。何言ってんの、本気とか。俺と水原はあくまでレンタルの関係で。本当ですか？だったら私と付き合ってください。そういう簡単な話じゃ。簡単です、ただのレンタルなら何の障害もないはずです。なもん無理に決まってんだろ。この子と付き合うとか、付き合うとか。水原、いいのか出てきて。もうバレてるわよ。出ましたね、フィクサー。誰が黒幕よ。あなた自分の言ってることが分かってる？和也さんの言う通り、私たちはあくまでレンタル彼女としてやむにやまれずこうなってるだけで、たとえあなたの話が本当でも、唐突にそんなこと言われたら和也さんが混乱するでしょ。そんなことありません。私は和也くんにおっぱいだって触られたんですから。はっ、え、あ、いや、あれは違う。何よ、何考えてるの。可愛ければ誰でもいいわけ。誤解だって。千鶴さんは触られましたか、おっぱいを。触られるわけないでしょ。じゃあ私の方が進んでますね。はあ、強引に抱きしめられ、押し倒され。それと胸の剣は別件だろ。別件ならいいってこともないわよ。そうじゃなくて。